今日もいっぱいオイラと遊ぶんだもんき。さてさて、お仕事だもんき。イベントの続きをやっていくわけなんですけども、次はこちら滅びの間。総資材消費量が半端ねえ。こっちは回すのも大変そうだな。ちょっとね、こっちの上限をしっかりと上げておくべきだった。でもってここを今回はやっていきましょう。一応ボスを最後にね、与えるダメージを増やすためにこっちにしてみよう。とボスまでサクッと来たぜ。なんだこれは。ゴーレムっぽいやつにこの花の食虫植物のやつが本体と、なんだろう、イエティかエテコーか、なんかそういう系に見えるね。でもっておなじみレイドボスなんで、ちょっとずつ削っていく。結構ね、3面のやつからね、攻撃力とか上がってきたんで、一度の出撃で結構削られちゃうってことあったけど、そこはこっちの反対数でカバーよ。代わりはいくらでもいるぜ。とは言っても限度はある。そこはお金の力で入居ドックも解放してあるからな。まだイベント期間もあるからね、地道にやっていきたいけども、ただ E の4じゃダメなんだよ。 E の4をクリアしても手に入るやつは一緒と、もう手に入れてます。 E の5をクリアしてそこでのみ出るやつがいるんで、4はね、どうしよう。多分効率的にも大したことないから、コインを集めるだけだったら最初のあたりの方がいいかな。ちょっと時間はかかっても、やっぱ資材消費量が後半は半端ないと思うんで。あとボス自体もね、結構強くなってると。俺の現状だとどこで回すのが一番いいんだろうな。多分最初の方かな、コイン稼ぎならね。でもって削り量がこんな感じか。なんかあれかな、3のやつの方が嫌いかな。なんか反撃結構やってきたからね。それと比べるとなんかこっちの損傷率は少なく感じる。たまたまかな。ということで何回も回していきましょう。続けるわ。さあ今回でさすがにいけんだろう。あと一削り。おお、ほんの一発だったか。もういないみたいですね。やっつけました。これで4つ目のステージをクリア。2個か。これね、なんか運らしいね。まあ奥のステージの方が多く手に入る確率は高いと。親方、ただいま。時の最果て、黒のなんちゃらを思い出すな。あれも時の最果てとかそういう名前じゃなかったねえ。あの、なんだっけ、マモーじゃない、マヌーじゃなくて、おじいちゃんと、なんだっけ、あの青い子、ヌーだっけ、もう違う、休憩入る、マニュー違う、マリュー違う。でもなんかね、伝わったと思う。ヌーかな、ムー、それフラガだ。マがついたような、マヌー違うな、マロウ違う。あ、いいんですよ、お風呂より今俺それ、あの、マモーだかミモーだか、あいつのことが気になるんだ。仕事よし。で、時の最果て52か。うちの艦隊のトップのやつらは60うんぬんなんで、頑張ればいけそうだね。よかった。ここがさ、いきなりさ80とか言ってたら、まあそんな、いきなりぶっ飛ぶことはないだろうけども、まあここ、あー、資材消費量が半端ねえ。でもまだ期間、イベント期間あるから頑張っていこう。で、もしもあのしれっと俺が普通のストーリーの方を進め始めてたら、あ、無理だったんだってさしてください。さあ行くぞ、時の最果て。お、お宝だ。ここは5ステージ。イベント戦で出てきた雑魚敵も総出演か。しかしどのステージもボスまでは楽勝だった。だからある意味ね、レベル上げにはちょうど良かったかも。ただ後半のステージは資材の消費量も半端ないんで、そこの折り合いだな。どこら辺までかな。まあちょうどいいところ、プレイヤーによっては違うだろうけども、そういうところでうまいことレベリングするのもありかなと。結構イベントマップでのレベリング俺好きなんだよな。天竺の時もやってたし。あ、でもあれ結局どうだったんだろうな。資材の消費量が多かったのかもしれないけど、枯渇することはなかったけどもみたいな。でここは本当なんだろう、
道中は楽に感じるんだよね。ですわ。あ、で言い忘れてたけど、あの4のボス、あのエテコなのかな、最初さ、あれそんなにダメージ食らわないぞ、楽かもとか言ってたけども、ごめん、あれは嘘だ、結構食らう運よくあのバトルでは食らってなかっただけで。面白いのがさ、あいつ全体攻撃とかしてくるのよ。で、5人全員軽傷重傷とかなって、全員脱げるっていうのが出た。でも3、まず3人脱げて、その後に残りの2人が脱げるっていう仕様だった。あれだね、なんだね、さすがにさ、5人全員バーンってなるのは、そんなハーレム状態、そんなエデン、ハピネスなエデンな状態はなかなかないと。なんだか照れくさいわ。進軍ですわ。ご覧のようにボスまでは楽と。なんだこれ気持ち悪い。原型はどういう敵だ。でこの目ん玉のやつが取り付いていると。なんていう名前のやつだろうな。原型の敵をまだ見たことがない。多分普通のストーリーの方でもそのうち出てくるやつなのかな。おお、1000ダメージ超え。本当にやるね。ただボスまで行けるってことはいいよね。確定で道中も割と楽に進めるし、確定でボスにダメージを与えられるっていうのはね、いい希望だよ。資材さえあればいつかはこいつも倒せるってことだからね。とりあえず1回クリアしたい。1回クリアしてここに罠を仕掛けて、もう一つの新しい盾姫ゲットしたい。おいおい、どうしたどうした。ちょっとコーキングガンさん、お気に入りかお前。今夜のご注文はこの子か。まあいいぞ、まんべんなくやってね。何体も入居っていうことだとめんどくさいから、ある意味ね、1体に集中してくれるのはね、ありがたい。全体攻撃とかしないでほしいな。さすがにね、パンパンになっちゃうよ、うちの毒が。うおー、プラスちゃん、あれしか削れないか。何回でいけるかな。だって 7% だよ。あ、でもこれいい指標になったね。つまりね、私がトップね。かけることのほにゃららすればいつかは倒せると。親方、そばを離れないってね。さあ今回で倒せるかな。いきます。敵の残り HP はね、あと 8%、 だいたい 7% 前後ぐらい1回の戦いで与えられるんで。でまずはこの班長が重傷を食らわないこと、そんでもって野戦元い追撃に行くこと。作戦は最後の一撃がなんかブルルンってするあれにしてやる。面白いわね。面白くないっす。暗いすぎですよ。まあこのなんだろう、娘たちのね、食らう率よりも資材消費がほんと半端なくて、そっちが問題なんだよな。よしよしよし、結構いい感じじゃないか。いけるかな。うぐー、姫追撃、攻撃命中アップ。私がみんな改造してあげる。これはな、攻撃力を上げてほしい。ほら、いけるか。これはいけないような気がしてきた。と言いつつ、いけない時こそ行くのがこの盾姫たち。俺は信じている、俺は信じているけども、けども、よしよしよし、ほらね、信じてたもん、信じてたもん。ファーストエイジング、やっつけました。大量大量、経験値大量だぜ。おんの、全然大量じゃねえ効果。悲しい。親方、ただいま。おかえり。そして12月4日のアップデートでクリスマス仕様になりましたとさ。これね、セリフもね、あのハロウィンの時みたいにメリークリスマス、やったね、クリスマス仕様だ。これ全盾姫にそういう特殊ボイスあるってことでしょ。本当頑張るな、嬉しい仕様だ。そして時の最果て、調査を進めボスを倒しました。やったぜ。お、カップエーテル、ありがとう。ブラシちゃん、かわいい、やったぜ。ここは最後までクリアすると、1回でも時の最果てをクリアすると手に入ると。やったぜ。そろそろお休みしたい。あら、親方様、男湯と女湯の区別がつかないほど
もうろくしてしまいましたか。結構見えてきたね。女湯に入り込むなんて、親方様は子供ですね。そんなに女性の湯浴みが覗きたいのですか。うん、理解できないですね。してくれよ、そこは頑張って理解してくれ。俺たちに歩み寄っていただきたい。少し肌を見せるだけで機嫌を取れるなんて、親方様は浅い人間ですね。何言ってんだ。あれだよ、低燃費だよなんか意味がちょっと変わってくんな。このへそいいね。へそだよね多分ここ。せっかくエーテルもらったから、まだ使ってない子に行きましょう。あー、もう嫌になっちゃうよ本当に。おー、体育座りいいじゃないの。素晴らしい、この座り方。この顔も潤んでるのが素晴らしい。ちなみに体操座り、体育座り、どっち派でしたか。うちは体育座りだったな。そしてこのなんだ、エッチなところ見たんで、まずは現場でちょっとセリフを聞いて。クリスマスなのに何やってるんだろう悲しい、悲しすぎるよそのセリフ。今ぐさってきた人が結構いるはず。もうみんな自分勝手なんだから、もういつも注意ばっかりして疲れちゃったよ。いつもこんな情けない姿を見られるなんて泣き上戸だね。よし、じゃあ進化させてあげよう。まだまだ未熟ですが、これからもよろしくお願いします。少しなんかあれだね、年齢を重ねたというか、ちょっとお姉さんになった。天智くん、私はあそこで何を得たんだろう。また1月にあるみたいね、天智くん。4人で旅をした日々懐かしいな。4人か。ところで4人はどういう集まりなんだっけ。天智くん、なんですか親方、私の体に何かついてますか。剣連大将ソケットレンチ M36。 私の名前はソケットレンチ M36 です。大きいボルトやナットも締められるようになりました。サイズ以外に変わったところはないので、今まで通りに接してもらえればと思います。今まで通りにサワサワってすればいいってことだね。今日はクリスマスね。炭酸入りのエーテルは用意してあるのかしら。シャンメリーならあるよ。そしてまだ4日だよちょっと20もしくは21日足りないよ。体調が良くない子は外していった方がいいわ。プライヤーにエーテルをドボン少し動悸が激しくなってるわね。親方、はい、今日一晩飲みに付き合ってくれないかしら。はい、クリスマスの夜に塔で二人きりで過ごすなかなかロマンチックね。ふわエロチック親方、ん、なになに、少し息が上がっているわ。な、何を言ってるんだい。僕は至って平常運転だよ。はは、あ、確かに平常運転という点では確かに合っているが。お親方、はい、可愛い顔してるわね。よく言われるぜ。いやー、いいなプライヤーさん、ねえ、これ下着なんだろう、黒い下着が趣味ってわけじゃないけど、やっぱこのワイシャツ、これなんだい、枯れシャツかい。これさあ進化するとワイシャツっていうか、この白衣だけどね。私の新しい名前はバイスプライヤーよどんな敵が相手でも今の私からは逃げられないわ。すげえでけえものだ。かっけえ、理科の先生だね。保健医と理科の先生を兼ね備えているような。クリスマスだからといってケーキばかり食べないようにね。え、ケーキばかり食べないようにだって。え、そんな、まだどの子も食べてはいないよ。クリスマスだからと、クリスマスだ、親方の体調管理も主治医たる私の大事な仕事よ。
親方が病クリスマスだから親方が病気にならないように私が常にサポートしてあげるわ。おく相変わらずね、うん、でもこういうの嫌いじゃないわ。いいね。おお、一気になんか好きになったぞ。進化させたら。それではイーノゴの捕獲が解放されたので回しましょうと言ってももう無理だけどね。とりあえず5000オールと4500オールレシピの表に書いてあった。他にもあるけども一応まずこれを試してみる。出るかな。女の子が罠にかかったみたい。よっぽどお腹が空いてたのかしら。ちょっとしか動いてない。かわいいけど君ではない。女の子が罠にかかったみたい。ここで期待するのよくないからもう開ける。なぬー。私の名前はロでもまだイベントまで、イベント終わるまでね、時間あるから、資材を貯めて、回して、あの子を手に入れたい。ということで今回はここまで。お疲れ様でした。親方さん、元気しとった？ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方はこちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。ミーのチャンネルを登録してくれたにゃー。